フィリップ・ジョン・メイは、イギリスの投資信託マネージャー。保守党投資及び、イギリス首相、テリーザ・メイの夫。またフィリップは、マーガレット・サッチャーの夫であるデニス・サッチャー以来、二人目となる男性の首相配偶者でもある。2019年7月24日退任。1957年9月18日、イングランドのノリッジに生まれる。その後、リバプール近郊で育ち。 ウェストカービーのカレンディグランジグラマースクールに通う。父のジョンメイは、靴の卸売業者で、営業担当をしており、母のジョイはフランス語の教師だった。その後、オックスフォード大学リンカーンカレッジに入学し、歴史学を学んだ。在学中の1979年、後に保守党の議員となるアランダンカンから、オックスフォード大学ユニオンソサイティの会長職を引き継ぐ。 大学卒業後から在会で働き始め、2016年まで10年以上、キャピタルグループでマネージャーとして働いた。それ以前は、バークレイズ投資銀行やドイツ銀行などで、ファンドマネージャーとして勤務し、年金管理や保険関係などの業務に携わっていた。妻であるテリーザ・メイの保守党投選挙での勝利が確定し、首相就任が確実になったことから、雇用者である、 キャピタルグループがフィリップ名氏の職務は顧客管理であり投資決定に携わることはないとの声明を発表し首相の配偶者が投資決定に何らかの影響を及ぼす可能性を排除した現在はウィンブルドン地方の保守党協会会長を務める傍ら財界でも働いているまた首相の配偶者としてのインタビューや会見などは行わない方針をとっている 妻であるメイトはイスラム圏初の女性首相での地に暗殺されたパキスタンのベーナズ・イールブットの紹介で知り合う。フィリップとブットとメイは共に保守党を支持する学生クラブに所属していた。その後、共通の趣味であるクリケットを通じて仲を深め、1980年9月6日に結婚する。ありがとうございます。